ふっくら、もちもち。一度食べたらやみつきになるミルク食パン。地元では愛されているんだけれども、世の中にはまだ知られていないようなパン屋さんっていうのをこう探してきて、でそこの美味しいパンっていうのを月替わりで楽しんでいただける。自宅にいながら日本各地の人気ベーカリー30店のパンが楽しめるサービスが今人気を集めています。その名もパンスク。パンと定額サービスを意味するサブスクリプションから取った造語で、月に一度一つの店舗のおすすめのパンをセットにして自宅に届けてくれるんです。今月からは砂川市にあるベーカリーも道内の店舗として初めて参加しています。お店では卵とバターをたっぷり使ったシナモンロールや、しっとりとした口当たりのミルク食パンが人気です。今日クロワッサンとシナモンロールが美味しくて、これをいつも買ってます。ハード系のパンとかもすごい美味しいし、結構お気に入りです。店側は焼き上がった商品を特殊なビニール袋に入れて冷凍します。そして届いたパンをレンジかトースターで温め直せば、まるで焼きたてのように味わえます。気になるのはそのお味。冷凍しても味は変わらないのでしょうか。パンって実は冷凍保存するとすごく新鮮な状態で食べられる。全国の美味しいパン屋さんのパンが食べられるっていう、こう美味しい体験がこう日常を幸せにするっていうことをより世の中に広めていけたらな。